はい。ということでですね、こちら6階のエレベーターホールになっております。ズボンプレッサーなんかも置かれておりますね。エレベーターは2機になっております。はい。こんな感じでね、広いお部屋とシングルのお部屋がミックスされております。はい。ここがね、6階でございます。お部屋のルームキーがですね、こんな感じのルームキーになってまして、608号室、こちらになります。せーの、よいしょ。はい。なんか工事した後の匂いみたいな感じがありますが。はい、入りましてですね、床がフローリングになってますね。で、ベッドルームの方が、こういった形のカーペットになっております。右側にね、姿見、それから、ハンガー、そして、消臭スプレー、下にパッケージスタンド、スリッパなんかも置かれております。その先は空気清浄機じゃなくて、あれですかね、加湿器ですかね。はい、まずここの手前の左側にあります。水回りから入ってみたいと思います。じゃん、おー、ちょっとユッキー映っちゃうからあれですけど、結構ね、綺麗ですね。リニューアルした時にここもリニューアルしたんですかね。あ、でもすごい匂い。なんか、歯医者のなんか、匂いです。はい。イラックスのトイレ、それから同じように、ディクシルのですね、こういった、水洗っていうかシャワーとバスタブというふうになってます。ちなみにトイレタリーはこのね、壁に作り付けの昔風の顔のものになってるという感じですね。ただね、一応ね、なんかね、ボリーナの、このね、ウルトラファインバブルになってるっぽいですね。あ、そうですね。はい。いう感じになっております。そしてですね、まあ、アメニティは実は部屋になくて、1階のフロントのとこから持ってくるようになっております。なんか、歯ブラシとヒゲ剃りは持参をなんかお勧めしているようでございました。入浴剤とか、インスタントの飲み物なんかも置かれておりました。そして持つ部屋の、こういったね、ドライヤーという形になっております。一応ね、こちらの方、部屋の鍵もかけれるようになっております。お部屋こんな感じでございまーす。じゃーん。なんか、音楽なっておりますが、テレビですね。自動的につくんですね。はい、ということで、この右側のね、リビングボードみたいなところのこの棚のところに、ところ狭しを無理やり入れてる感がありますが、これ照明ですかね。そして電子ケトル、ファインデイズ、象印のものですね。そしてティッシュと、電話という形に置かれております。そして上にはですね、じゃーん、テレビです。テレビはリニューアルしてから、スマートテレビになったっぽいです。はい。そしてベッドですね。まあ、そんなにね、広いベッドではない。あ、でも110以上はあるな。なんか110って書いてあったんですけど、ホームページに。120はありそうですね。のセミダブルっぽいベッドになっております。そして、こちらの方がですね、こういった形で、まあ狭いながらもテーブルとソファーという感じの一人掛けになってまして、ちょっとユッキー今ね、枕とね、部屋着、これも両方1階のフロントのロビーにあったものを持ってきております。はい、いう感じになっておりまして、テレビはスマートテレビでございます。はい、こっちからですね、エントランスを見るとこんな感じになっておりまして、面白いのはね、この壁の部分がね、木目調になってます。はい。ここはファブリックになっててね、面白いですね。天井はね、そこまで高くないですね。250ないっていう感じですね。240ぐらいかなという感覚値でございます。はい。ここはね、窓ですけども、すりガラスかつ、針金が入ってるんで、外は見えないという感じになってます。はい。以上でーす。今回泊まらせていただいたお部屋、シングルルームでございます。ベッドタイプがね、120cm 幅のシングルサイズ。マットレスはエアウィーブ社製です。食事なし素泊まりで、広さが11平方メートル。料金が税込みで7800円でございました。選んだポイントは、リニューアルした、間もないというところと、視聴者の方からのリクエストがあったということでございます。今回予約はですね、じゃらん系で予約をさせていただきました。
はい、今回泊まらせていただいた、お部屋のですね、お部屋というかホテルの主なリニューアルの内容でございます。2023年にですねリニューアルしてるんですけども、Wi-Fi 速度がまず、速くなりました。はい、早かったです。それからね、内装が全面的にリニューアルして綺麗になってます。あとはテレビがね、大型のスマートテレビになっているという形になっております。今回の部屋のヘメンズこんな感じになっております。はい、603号室西向きの部屋でございます。これで言うとね、左下が、エントランスになってまして、入りまして左側がユニットバスで、奥にですね、シングルサイズのベッド、あ、セミダブルサイズのベッドと、テーブルと椅子という形になってます。ベッドがね、公式ホームページやこういった図面ではね、110センチメートルのシングルになってるんですけど、実際測ってみると120ありましたね。はい、面積11平方メートル、天井高がちょっと低めのですね、238センチメートルの部屋でございます。ということで、数字で見る部屋データ、天井高低め、ベッド幅ちょっとね狭めという形でございますが、来配はスピードは速かったです。開業してから22年になるんですけども、2023年3月にリニューアルをしております。客室のバリエーションです。はい、今回泊まらせていただいたシングルルーム以外は、まあ、ツインルームだったり、トリプルルームというね、家族で泊まれるお部屋、それからコネクティングルームもございます。こちらのというのはこんな人向け、まあ、ビジネス、プライベート、双方対応できるホテルです。上野でね、綺麗めのホテルを探している人に向いてるんじゃないかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。R&B ホテル上野広小路はですね、ワシントンホテル株式会社が運営するホテルでございます。まあ、ワシントンホテル株式会社はね、社名がワシントンホテルってなってはいるんですが、実際に運営しているホテルは、ワシントンホテルプラザっていうホテルと、それから R&B ホテルっていうですね、二つのブランドになっております。まあね、もともと1961年度はかなり古い設立ではございます。その後ね、ワシントンホテルっていうのをね、出店開始したんですが、藤田観光の方がですね、その後、その後というか、もともと岡村氏でいたんですけれども、藤田観光自体が、ワシントンホテルというね、ホテルを運営始めてですね、で、97年にホテル名をワシントンホテルプラザに一斉に変更しているという感じになっております。ただね、それだと紛らわしいと思ったのか、その後、R&B ホテルというね、形のですね、ブランド展開をしているという形になっております。はい。まあね、現在もね、藤田観光も一応、マイナーな株主ではあるという感じになっております。ワシントンホテル株式会社は現在ワシントンホテルプラザを18件、R&B ホテルを25件運営しております。R&B ホテル、ホテル上野広路、上野広小路の最寄り駅はその名の通り上野広小路駅になってます。まあ、最寄りのね、A4 の出口からは徒歩1分ぐらいですかね。ただね、山手線の、御徒町駅から歩くと徒歩3分ぐらいになっております。過路地にね、立ってるので迷うことはないかなというふうに思います。こちらのね、ホテルは、2002年に開業してからですね、20年ぶりに、2023年3月にですね、リニューアルをかけてるという感じでございます。エントランス入るとですね、正面にフロント、右側にラウンジがございます。フロントのね、左横にはアメニティバーがあるんですけども、まあ、インスタントの飲み物とかね、化粧パウチもありましたね。で、左側の奥の方に、上に上がるエレベーターあるんですけど、その前にですね、枕バーと室内が置かれているので、必要な人は持っていく形になっております。右側のラウンジの方にはコーヒーサーバーがありまして、滞在中はフリーで飲むことができるようになってます。はい、それではですね、R&B ホテル上野広小路のベッドチェックになります。こちらのベッド、幅がですね、120cm 幅のセミダブルサイズになっております。はい、今日のルームウェアです。こんなね、なんか水色の、なんていうか、若々しいんだか古いんだかみたいな感じのルームウェアになっております。はい、では、今日はる、何でしたっけ。エアウィーヴのマットレスということで、はい、倒れ込んでみたいと思います。せーの。おーおーおーおお、なんかなかなか重厚な感じがします。お願いします。せーの。まああとはね、実際にね寝てみて感触がどうかですね。以上になります。お部屋の方はですね、まあ、シンプルながら機能的な感じで、まあ、今回宿泊したシングルルームはですね、なんかスーパーホテルでよくあるような間取りでございましたね。ベッドの横にね、一人掛けのソファーとテーブルみたいな感じになってます。セミダブルサイズのね、ベッドの足元に40インチのスマートテレビっていう感じになってました。ただね、窓は不透明になっていて、眺望はないという形でございます。まあ、水回りは 110×160 のユニットバスでございました。
まあ、こちらのホテルではね、1階のそのラウンジで700円出すと、軽朝食を食べることができます。まあ、内容的にはね、パンとサラダと飲み物といった感じでございました。雪枝でございます。開業20周年を機にね、リニューアルをかけてます。まあ、内部はね、全面的に綺麗になりまして、設備とか Wi-Fi もグレードアップされました。エアウィーブのマットレスもね、快適でしたし、40インチのスマートテレビで良、かったかなというふうに思います。ユキのレビューです。お部屋と設備品は一通り良かったので44とさせていただきました。まあ、水回りは、まあ、幅のね、ちょっと狭めのユニットバスだったのに、サービスの方は、まあ、特にね、無料のサービスとか、まあ、フロントの対応もそこまでいいというわけではないので、3とさせていただきました。環境眺望は、普通だったんで、3とさせていただいております。良かったで、残念だった点、ここに書かせていただいております。まあ、触れてるのでね、省略させていただきます。ということで、総合満足で今回は、A とさせていただきました。まあね、駅近で、周辺には店も多くて便利でございます。築20年ではあるんですが、昨年リニューアルされたこともあって、部屋は綺麗で、部屋もバージョンアップしていって快適ではござったかなという感じですね。はい、お得度でございます。今回妥当とさせていただきました。まあ昨今のね、インバウンドによる相場感を考慮すると、まあ妥当なラインなのかなという感じで、次のページ、20棟ですね、金利ホテルの状況を書かせていただきました。はい。動画の説明欄にね、各ホテルのリンクも記載してるんで、参考にしていただけたらというふうに思います。はい。最後にランチを食べたところと夕食を食べたところです。いつもね、この辺通ると並んでて気になっていた、ごめんなさい。飯泉っていうんですかね。はい。とんかつで、初めてなんかカツサンドを日本で作ったみたいなところですかね。なんか箸でも切れる、カツというのが売りみたいですが、そこに今回は時間あったんで、並んで食べました。はい。非常に美味しくいただくことができましたが、なんかね、ちょっとね、店内が、匂いが、なんか微妙に、なんていうんですかね、ちょっと難しい、ちょっと失礼な言い方が生乾き臭みたいなのがちょっとしたのが気にはなったかなっていう感じでございました。はい、夕食はですね、ホテルの目の前にあります、太陽のトマト麺、いただきました。ボンゴレ、いただいたんです。久しぶりだったんですけどね、まあ美味しくいただくことができました。はい、ということで、R&B ホテル、上野広小路紹介させていただきました。機会があったら泊まってみていただきたいと思います。それではまた。